団長さん、どうしたんですか？こんなところで。え、あ、やだ。そんなに長く見てたんですか？団長さん、暇なんですか？空を欲しがる。素敵な表現ですね。でも、当たってるかも。私、どうやったら空を飛べるか、ずっと考えていたんです。はい、浮くんじゃなくて、飛ぶんです。あの大空を自由に飛びたくて、その方法をずっと考えていたんです。頭のいいお友達にも方法を聞いて、何度も試して、でもダメでした。やっぱり空を飛ぶのは一筋縄じゃいきません。今の私にはまだまだ足りないものがあるし、余計なものもあります。飛ぶためにはまず軽くなければいけません。重かったら飛べないんです。でも私は、ダイエットしようかなって考えたこともあるんですけど、無理でした。フラワーナイトの任務は忙しくて疲れるから、どうしてもお腹が空くんです。私の体重が軽くなれば空に近づけると思うんです。団長さん、私どうしたらいいでしょうか？そうですね。世の中には食べても太らず、でも美味しい食材はいっぱいありますよね。なるほど、さすが団長さんです。まだ見つかっていないなら発見するまでです。団長さんも協力してくれますよね？やった、大空への第一歩です。じゃあどうして私は重いんですか？みんなと同じものを食べて同じくらい働いてるのに。野菜をきちんと食べろとか、炭水化物は厳禁とか、そんなの分かってますよ。でも美味しいからついつい食べちゃうんです。運動だってしてるのに。でも見つけたんです。栄養があって痩せられる究極の食材。図書館で本を読んだんです。最初は料理の本から食べられる野草みたいなものを探してて、そこから料理の歴史や錬金術の本を探したんです。ある古い本に書いてあったんですけど、外国のとある部族の風習が面白くて、なんとそこでは虫を食べる習慣があったんです。文献によると栄養満点だそうで。いやいやいや、そんなわけないじゃないですか。
私が言いたいのは、その部族は虫でも食べられる方法を見つけたことです。どんなものでも調理次第では食べられるということで。ねえ団長さん、害虫って本当に食べられないんでしょうか？ですよね。すみません、あまりにも痩せたくて思考がおかしくなってました。私だって虫なんか食べたくないですよ。今のままの食生活で痩せる方法ですね。もしくは痩せなくても飛べる方法とか、そんなやり方があるのかどうかわかりませんけど、でも頑張ります。たとえすぐに見つけられなくても夢を諦めたくはないですから。ありがとうございます、団長さん。団長さん、ちょうどいいところに。手伝ってくれます？私、考えたんです。痩せなくても飛べる方法を。というか、飛ぶためには私が痩せる必要なんてないんです。飛ぶ力が私の体重を上回ればいいんですよ。私、風船の扱いは得意なんです。だからこうして大量に風船を用意すれば飛べるかなって。もし体が重ければその分だけ風船を追加するんです。どんどん足していけばいつか飛べるんじゃないかって。この話しましたっけ？私、小さい頃に崖から落ちたことがあるんです。森の中の崖だったから、一日待っても助けが来なくて本当に困っていたんです。そんな時、どこからか風船が飛んでいたんです。その風船を見た旅人さんが私に気づいてくれて助けてくれたんです。その時、私は感じたんです。大空はつながっているんだって。見えないけれど、すべての存在とつながっているのが空なんです。風船は私たちを空とつなげてくれる存在なんです。え？他に何かあるんですか？一石二鳥じゃないですか。よーし、頑張ります。膨らませる前にこの魔法薬を飲んでください。この薬を含んで吐いた息はとても軽くなるんです。それを風船に吹き込むんです。来ましたけど、今100個くらいですか？あ、団長さん！浮いてる！団長さん、浮いてますよ！
長さん、今飛んでたじゃないですか。すごいですよ。でも飛べてましたよ。やっぱりこのやり方は間違ってなかったんです。何言ってるんですか。やり方が分かっただけでも大収穫です。これでいつでも飛べるって分かったんですよ。それにあの状態で飛んでも降りられないですよ。次にやるときはちゃんと安全を確保してからです。その時はよろしくお願いしますね、団長さん。すみません、いっぱい風船を膨らませたらお腹が減って。何か食べに行きませんか？